製薬、アースコーポレーションは、東京都千代田区に本社を置く、殺虫剤など衛生薬品の製造、販売を行う日本の日用品製造メーカーである。大日本女中菊、金潮、ふまキラー、エステー、小林製薬と共に、日本を代表する日用品メーカーの一つである。創業者の木村修造が、1892年、 明治25年4月1日に大阪・南馬新川で薬品製造を行う木村科学を創業する。当時は塩酸や硝酸等を地球院のブランド名を冠して販売していた。1925年、大正14年に株式会社へ改祖すると、1929年、昭和4年に発売された殺虫剤、アースカラナを取り、 1964年に現社名に変更する。その後もいろいろな製品を発売したが、1969年、昭和44年に自主再建を断念、会社構成法適用を申請して倒産。以後は、大塚グループの資本家で大ヒット商品となる、ゴキブリホイホイ、チビッコホイホイを発売し、その後も液体式電気カトリとして有名な、 アースノーマットなどを発売している。また、アルスブランドで海外展開している。大塚グループの企業としては初めて、2005年、平成17年11月30日に株式上場を果たした。なお、同社は大阪で創業したが、現在は東京都千代田区に本社が置かれている。工場、研究所は1910年。 明治43年以来発祥の地表5県赤牛市、佐古市にあり、かつては本社も置かれていたが、現在も実質的な本社として機能しているとともに、国内随一の生産拠点となっている。その他、赤牛市西浜北町と和歌山県有田市、静岡県掛川市にも工場がある。また、創業地である大阪市社には今も同社の営業本部があり、 生産拠点のアコーシとも近いことから、サコシ工場同様、実質的な本社とも言える。1916年、大正5年に、日本で初めて炭酸マグネシウムの国産化に成功した企業としても知られている。2012年、平成24年に、入浴剤、バスクリンの発売元で知られる株式会社バスクリンを参加に、収め、2014年、 平成26年には民事再生手続き中だった株式会社、白源の全事業を譲り受ける受け皿して、白源アース株式会社を設立し、防虫剤や入浴剤といったトイレタリー部門の強化が行われている。特に入浴剤については、当社、バスクリン、白源アース、白源アースは譲り受け元の白源の前身一つである。 キング科学が発売していた商品などを扱っている。それぞれで発売されている。前述したコーポレートロゴの改定に伴って、製品への新コーポレートロゴ表示は2017年秋、発売の新製品から開始され、2018年2月以降は、既存商品もパッケージデザインや仕様の変更のタイミング順次、コーポレートロゴの切り替えがされており、虫ケア用品、 家庭用殺虫剤と防虫剤を合わせたカテゴリ名称においては従来商品名にアースを入れていなかった商品にもロゴ切り替えのタイミングで順次アースが入るようになっている例5キジェットプロアース5キジェットプロブラックキャップアースブラックキャップなどイン製造販売元がグラクススミスクラインコンシューマーヘルスケアジャパンの製品イン製造販売元が レキッドベンキーザージャパンの製品。バポナブランド殺虫剤の販売終了品については、バポナを参照。アース製薬のテレビ CM は、画面右下にその商品が映っているのが特徴である。2017年、現在、など。1990年代末期から2000年代初頭に、かけ、殺虫剤において、CG によって、 実物以上にリアルに描かれた害虫を CM に多用したが、このリアルすぎる映像が特に食事時やランラン時に流される際、視聴者からリアルな映像を出す必要性がわからないという疑問や、食事時に流すことで食事がしづらくなるなどの苦情や抗議が多数寄せられたという。ちなみにライバル会社であった白言でも、同様の手法が用いられていた、例、ワイパー1など、 その後現在では、リアル CG 路線を修正し、表現をかなり抑えたものを放送している。CM は現在ほとんどが16、9で制作されている。また、2017年1月のコーポレートロゴ改定に伴い、同年秋以降に新たに制作された、テレビ CM においては、30秒版のみ、冒頭にサウンドロゴが入るようになった。 昭和40年代を中心に、大塚グループでは、民家の部屋、商店の外壁を広告契約を結んで、借用、放浪看板を設置しアピールした。そのインパクトは抜群で、相当の広告効果があったと思われる。現在も山間部などで見ることができ、コレクター水園の品となっている。この多時期により30秒提供枠が増加する場合があり、 番組によっては、同業者の第二本所中期区もスポンサーになることもある。他、2005年、平成17年に、証券取引法違反、無登録営業の業者が一株1万3000円、前後で、アース製薬の未公開株、当時販売の勧誘をしていた。上場時の株価は2000円のため購入者からの苦情や、相談が発生した。2006年、 平成18年、愛知県警により、業者への家宅捜索が行われた。2015年2月21日、バーポナ、虫よけネット W などの商品が、虫を寄せ付けないなどと謳っているが根拠が不十分で、あるとして、景品表示法違反、有料誤認で、消費者庁から、再発防止の措置命を受けた。生産拠点である、兵庫県阿公市にある、 サコシ工場に併設された研究所にはゴキブリを常時10万匹以上飼育している通称ゴキブリルームがある研究所で繁殖させたゴキブリなので基本的には無菌状態であり人体には無害である朝日放送のテレビ番組探偵ナイトスクープなどにたびたび登場している楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください